こう でもその翻ってというかその破られないパスワードを、うん、で自分が記憶に残っていてなんていうのかな、あ自分の記憶に残せるんだけれども他人には絶対見透かされなくて、っていうパスワードを考えるっていうのはすごい想像的だなと思ってます、うん、多分こう誰にも見せてない自分とか、うん、なんか そういうあそういうちょっとテクノロジーとその個人の葛藤みたいな、こともちょっと技術論的にはそういう時代になってきてる、うん、でもそういう時代の中で自分のユニークなパスワードを作るっていうかっていう活動っていうのも迫られてると要求されてる。その話で転換しちゃっていいかな。戻れるよ。その例えば経済活動、お金を払うとか何か買って送ってもらうとかっていうかなりその個人とか、行為としてアトミックなものと結びつけられるべきものと、なんかこう雰囲気を共有するとか、まあ、どっかに場所を見つけるみたいなのも多分そうだと思うけど、もっとそれこそ魂胆な振る舞い等を、最初はなんかやっぱもっと分けるべきだと思うし、で多分そのそれが、緩やかにつながるような仕掛けっていうのがあればもっといいのかもしれないと思うんですけども、なんかいきなりすごくありとか、まあ、ちょっと誰かが言ってるさっきのツイッターの話にこの話を戻してほしいんだけど、その大量の今本当にツイッターを検索してるととても楽しいじゃないですか。そんなことないですか。あ、この話ちょっとずれすぎる。この辺でじゃあ浜野さんに。そんなちょっとカメラも借りてるんで喋りにくいんですが。CGM の話と絡めてもらうと嬉しい。CGM の話と絡める。難しい。はい。すいません。一応なんかこんな感じでそうっすね。あ、いえいえ、ちょっとなんか気持ち悪いんですけど、ちょっとそうっすね。まあ今日はまあその5月の5に向けたまあブレストみたいな回だっていう位置づけだと思うので、まあほとんどあんまり何も準備せずにまあ来ちゃったんですけど、でも先ほどのあの前田さんのユニーク ID からクンター ID に社名変えたってお話すごく面白くて、それいつぐらいのことですか、ちなみに。確かに私も昔監視空間あの知ってた時は、ね、確かそういえばユニーク ID だったなと思い出して、はい、今度は ID は、はい、去年です。あ、去年、じゃあつい最近。つい最近。あ、いや非常に面白かったんですけど、なんていうか、まずすごいざっくり言うとっていうか、まあ、今日の話もその、まあ、ID って結構いろんな意味合い込めてると思ったんですけど、多分いろんなものに関係するなと思ったのは、なんて言えばいいのかな、すごいあれですよ、超適当なこと言うと、20世紀ってやっぱりなんだかんだでアイデンティティって言葉がすごい重要だった時代だったのに、もう最近すっかり ID の時代になってきたっていうか、このほんと10年20年ぐらいの勢いでガラガラと、まあ、元の言葉は同じっていうかアイデンティティを略してるから ID なわけですが、あ、そうですよね、ID ってアイデンティティの略ですはずですよね、多分ね、普通に考えて。いやだからすごい略されるものにこう事故ってものがすごくなっていて、でそれと実はそのユニークとクォンタムっていう2つの形容詞のズレとかも結構パラレルで面白いなと思ったんですけど、なんていうか、例えばこの話題で僕界隈のというか社会学界隈で必ず、まあここ最近の仕事で参照されるのは社会学者 の鈴木健介さんが書いた、まあ、カーニバーサル化する社会か、ウェブ社会の思想っていう、まあ、NHK 出版の本があって、そこで彼が言ってるのは、その今まで普通自己とかアイデンティティっていうのは自分でその自分を反省的に捉える、もしくは再帰的に捉えるとか、あとなんかまあ昔の有名な、まあ、ミードっていう社会学者が言ってる、なんか愛とミーっていう、まあ、他がと、違う、客がと自我かな、他がと自我みたいな、まあ、つまり他人から見られた自分と自分が見つめてる自分っていうのをいかに統合していくかが、いわゆるアイデンティティっていうか、まあ、つまり近代化した以降の、まあ、人間社会にとって、まあ、人間がどうあるべきかっていうことを、まあ、指し示すこととしてそのアイデンティティってあったと。なのに、まあ、鈴木健介さんが言うには、まあ、最近のここ、まあ、別にその時はミクシーぐらいしかなかったとかなかったんですが、まあ、まあ、Amazon でもいいですし、今だったら Twitter でもいいけど、自分がこのネットワーク上に登録している情報、もしくは投稿している情報、そういったライフログ的なものが、むしろその自分っていうものを先にもう、先手が常にすでに決めてしまっていて、まあ、その範囲でしか、まあ、決定しないと。例えばさっきの集合値の話、まあ、
一般人の話になったらまさにそうで、もしですよ、あの江戸さんの言ってた先ほど挙げられていた集合知的システムっていうものがもし逆に完成すると、もはや誰も自分の意見を持たないっていうことを逆に言うと意味すると思うんですよ。実はあれは僕は実はそれで嫌なんですが、ただ普通に考えたらありえないことだと思います。つまり反対するとかもありえなくなるんですよ。だってもう常にすでに、なんていうか、みんなの意見っていうのは集約され決定され決定事項になるわけだから、おそらくそれに反対するとかなんとかっていうこと自体がありえなくなった時に、実はっていうかそういうインターフェースがおそらくつまり向いてるってことを実は意味してるんですけどね、多分おそらく。まあなのでちょっとそこに今つなげなくてもいいんですが、まあそういう感じで、まあ、もう一回繰り返すと、鈴木健介さんが言ってたのは、まあ普通の20世紀の、まあ、それ以来からの、まあ、自己とかアイデンティティってものは、まあ、反省的に自分を捉えるものだったのに、今やもうただ単にデータベースに登録された自分が自分の振る舞いというのを決め、でその通りで動き、例えば Amazon がレコメンデーションしたからそれ買ってみたいな、でもしくは Twitter でこれいいよって言われたからそれを見てみたいな感じの、まあ、非常にそのなんていうかネットワークによって、まあ、先決的に決められちゃってる自己みたいなものが今や、つまり ID ですね、この場合で言うとっていうものが、まあ、アイデンティティの基本になってしまっていてっていう、まだこれはすごいざっくり言うと20世紀が自己で普通のいわゆるアイデンティティで、まあ、20世紀が、まあ、ID ってことの、まあ、説明になるんですけどね。で、まあ、基本的な認識っていうか出発点はこの辺にあるのかなと思ったわけです。とりあえずはそんな感じでいいですか、とりあえず。はい、はい、すごい基本事項です。前回の11月にやった、慶応の ORF でやった創造ソラクティクター2で後半にメディアアートの話になって、はい、どうして、まあ、その時の立場で言う と、中西先生も江戸さんも私も何らかの形でメディアアートの作り手として振る舞っているわけで、それで何ですそれって何なんでしょうねっていうのがあって、まあ、本線としてはそのアートそのものというかその、新しい、え、ユス止まってる、誰かついてた方がいいですね。止まってます。ただこれブルートゥースとは、ユーストが止まったっていう人と音が切れてるっていう人と両方いてる。落ちました。ユーストリュープロデューサー。何人ぐらいなんですか。いや、何人もこの端末では確認できなくて、どなたか繋いでいただけると助かるので、渡辺さんが繋いでます。僕にも繋いで、ちなみにちょっと浜田さんに質問してもいいですか。あ、はい、私もすごくそうだと思うんですよ。要は、はい、私も結構ネット上にいろんなものを出していく方なので、はい、もう意識的に出さない人っているじゃないですか。はい、いますね。で、私も、相当出さない情報があるわけですよ。例えば、はいはいはい、フォースクエア使ってるんだけれども、はい、明らかに、Twitter にこのイベントに出ますって書いてるものとか、はい、絶対私がその、まあ、渋谷駅とかね、はい、特定された場所に入れるけれども、ほとんどの場所は私は入れずに、まあ、自宅とか入れないですけど、自宅絶対入れないですけど、私普通の人も多分相当入れないですよ。あと、うんうん、その Twitter に、投稿すること自体、はい、この時間これやってるのかっていうと、この時間は空間なのかっていうのも、ある意味情報になるっていうこともあるじゃないですか。で、それもなんかちょっと私はこう、うん、変えたりとかもするわけですよね、はいはい、っていうことを、まあ、操作しながら、はい、やってる人もいるし、はい、あと私の友達で、名前がちょっと変わっている子で、はい、名字が、はい、でもう一切自分のプレゼンスをいかにネット上に出さないかっていうことにこう心血を注いでもいたりするので、そうするとそのネット上の ID が全くない人、もしくはかなり操作がされている人、はい、もしくは、私は山崎久美でやっているものと山崎久美でなくやっているものと結構あるわけですよね。だからそこがなんかどんどん人によって変わっていくと思っているんですよ、はいはい、っていうあたりは、あ、でも実はまあそれはそうだと思います。それはベタな、むしろ20世紀的な意味での人格の意見に応じて晒していい話だと絶対晒したくないわなっていう人がいろいろ実は分布が分かれていくので、まあ、その辺は実は結構僕的には面白いテーマだと思ってて、よく会社で調査するときもそうですし、物事を考えるときも、まあ、さっき言ったような、だからさっきはかなりざっくりみんなそうなるって言っちゃったんですけど、実際には結構いろんな考え方があるし、いろんななんかキャラというかキャラタイプがあって晒していく、ただ全体的な傾向としてはとりあえず、まあ、なんとなくみんな少しずつは晒していかないと、まあ、どうしようもない状況になっていくってことは、まあ、ほぼ、まあ、ですね、この10年ぐらいは、まあ、なってるようなってことだと思いますね、はい、うん、この3人至る前に、コアメンバーで事前打ち合わせなるものを一応1回やってるんですが、その時に出てた話のメインテーマで言うと、今の特に大企業で、例えば2ちゃんに書くなとか、ツイッターに勤務時間中に書くなとか、あるいは情報統制とかそういうルールがあるので、
あと接客業みたいなのあるじゃないですか、お客様を応接する仕事の人って、応接中は携帯電話に出れないんですよ、ツイッターのタイムラインもチェックできないんですよ、そういう